皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それでは、カウントダウンの後、始まります。 スタートですうん、そう、しおりね一緒に持ってかれちゃったんだよねはい、オープニング入りました大正乙女おとぎ話の6話ですね たまにこの歌がすごいなんか頭に回るんですよね。すごいなんか頭に残りやすい。前回ね、あの、謎の少女というかね、新キャラが出てきましたね。 なんか街で2人でね買い物してたらね玉彦になんか気づいてあの時に目をつけられたのかななんか家にやってきてなんか接触というかねちょっとね触られて触られてってなんか変だけど。 なんか話してる最中になんか、すられたっぽいですよね。お財布かなで、お財布の中に、はい、第6話、悪い娘。しおりがね、入ってたんですよね。ゆずきちゃんからもらった、大事なしおりが。 親なのえー、やらせたのかうわで手をあげるといやー そっか、弟たちのために。ああ。思い出しちゃったたまひこ。ああ。そっちもか。なるほどね。 あ,あそっか割られちゃったからね。うーん。せっかく前向きになれたのにな。またちょっと後ろ向きになっちゃったね。 だめだよ。そんな風に思い込んだら。 なんかあの子、しおりは返しに来たりしないかななんか悪い子ではないと思うんだよね。うーん。ああ。そうだね。叫びたりって言ってたけど、仕事してないのかなでもいないんだ。 洗ってあげてる弟たち。だーまたそんなところに。 そんな噂が まさか弟にあげてたりとかあいろんな本ね弱み握られた。<laughs> <laughs> 弟たち家で勉強してるのか 《ボクちゃん》 先生に向いてんじゃないもしかして白玉ね確かにちょっと似てるね 向いてるかもう、ね、れしかったんだああ帰ってきた大丈夫か子供たちどこで飲んでんのよろくでもないな もう完全に奥さんだね。なんかそれ。浮気した旦那が帰ってきたみたいな。後ろめたいみたいな感じになってるじゃん。ああ。この時代レンジないんだぞ。せっかく作ったのに。 今はね当たり前のようにレンジがあるから後で温めて食べるってできるけどあれ <laughs> 来た 言い方。 なんかね街で見かけたときのあの感じちょっとああ。 それはゆずキさんゆずキちゃんにはショックがでかいからなんかほのぐらい感情を抱いたのかなあの時に。 ただ意地悪したいだけなんだろうななんかそのなんか感情刺激したんだろうなと思ったけど破くの待ってこれ 本当に現実かせっかく っっかけ回されちゃったねうーんなんかやっぱり幸せそうにしてるのをね妬みというかねはいアイキャッチでここからビパートです。 多分そういう炎のぐらい感情からのいじわるな,なんだろうね。 そんなわけはないと思うけどねええー、あかかってくることはないと思って物置なのそんなとこに置いてるんだ <laughs> お生き生きとしてていいねゆずきちゃん泣かせたらたまこちゃん怒るね。 電話してくれたんだ。よかったね。<laughs> だいぶ素直になったねでも。あうち。うんうんそこがなあ今。さすがです。 絶対何かありましたねみたいな <laughs> 察知能力高すぎる <laughs> ああ花言葉 あやっぱりそうか何だっけうんそうだねなるほどそれをうんそれはショックだわうん うん。またまひこにとってもね大事なた重ゅプレゼントだったけどうーん。 そうだね。一途な感じするもんね。うん。大丈夫なわけないよ。あ、元に戻す 具現するかいはってうん まあなんか多分。そうだね。一瞬でちょっと頭に血のぼっちゃったのかなうーん。考えたんだね、いろいろね。うん。 そうだよなぁあはははやニヤニヤしちゃうやもっとね ゆずきさん、ゆずきちゃんをね、信じてあげて。そう。信じてちゃんと言うべきだったんだよね。うん。 うーんなるほどねうんそういうことかエンディング入りました玉彦様のようでって言ったのそういうことだったんだねあーいいなーいいなーってなんだ <laughs> なんかゆづきちゃんみたいなお嫁さん欲しいな私が男だったらこんないい子いないよ まあ、いるだろうけどさ、他にもさ。いや、でもこんなね、家庭的でさ、暖かくてさ、思いやりがあってさ。いいよね。そんな女性になりたいわ。ははははは。なんか、乾いた、乾いた笑いになっちゃった。あ、映ってるもんね、エンディングにもね。 ちゃんと意味あったんだ。やっぱり。うん。このお稲荷さんはあれだね。山の上だっけ。なんか木の中にあったお稲荷さんだね。 予告ですねああやっぱりやっぱり先生するんだ <laughs> そしているんだねやっぱりこの子ねはい、えー、大正乙女おとぎ話6話見終わりました まあ、まだ人は波乱というかね、ドタバタはするんでしょうけどね、あの子もまたきっと出てくるしね。ああ、やっぱり先生やるんですね。なんか向いてそうだなと思ったけど、行かせそうで良かったですね、玉彦のね、頭の良さというかね。えなんか、花言葉を伝えずに、そのお花をプレゼントするって、 なんかそう伝えたらちょっとなんかあれな、野望になっちゃうじゃないですか。伝えずにその、それを渡すのなんかいいですね。なんかそういうなんかちょっとつつましい感じいいなって思っちゃいました。という感じで、えー、6話ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。